女はいつでも嘘をつくって言ってません。杉田美代ちゃん、あんたは伊藤詩織さんにケツつけて LGBT をけなして、そんなに自民の男に媚び売って嫌だね。学術会議任命問題は法律通りで問題ありません。じゃあ天皇陛下が総理大臣を任命しないと言ったらどうすんだい。菅ちゃん、頭を使って考えるんだぞ。いいね。僕ちゃんはいつも丁寧に、そして真摯に説明するって言ってるもん。安倍ちゃん、でも一回も丁寧に真摯に説明してないじゃん。憲法に違反して国会を開かないのは誰かな。